あなたはこれから数十年後、数百年後の日本がどんな光景になっていると想像しますか？いつの時代も人々が関心を寄せる未来予想。誰でも一度はここから数十年後の日本はどうなっているのだろうと考えたことがありますよね。今よりも技術が向上してあんなことやこんなことができるようになるんじゃないか。人々の意識はこんな風に変わっていくんじゃないか。そんな未来予想は江戸時代や明治時代、大正時代、昭和時代にも行われていました。では、近代日本の中で現在に最も近い時代である昭和時代には一体どんな未来予想が行われていたのでしょうか。昭和時代の人々が考えた未来予想、日常に関する予想から少々ぶっ飛んだ予想まで、内容と検証を一挙紹介。こんにちは、女学生 VTuber の春日陽です。今回は昭和時代の人たちによる日本の未来予想について解説します。それでは早速最初の予想から見ていきましょう。週休1日から週休2日に、まず最初の未来予想は日本の休日に関する予想です。1966年に経済企画庁から出版された林裕次郎著20年後の豊かな日本への一つのビジョンによると、20年後の日本人は週に5日しか働かないという予想が立てられています。週に5日しか働かないということは週休2日になるということですね。現代の日本では求人などで週休2日を謳っている会社がかなり多いため、週休2日って普通じゃないと思うかもしれません。しかし実は当時は当たり前のことではなかったのです。当時の労働基準法では週48時間1日8時間の勤務が定められていました。つまり週6勤務で休日は1日ということになりますね。当時も週休2日を導入している企業はあったものの、多くの企業では週休1日が当たり前でした。当時は学校でも土曜日の午前に登校する半ドンがありましたよね。世代によっては隔週の土曜日のみ午前中に授業があるケースもあったようですが、昭和世代のほとんどの人は学生時代に半ドンを経験しているはずです。そのため当時は社会人の世界でも学生の世界でも土曜日は休み、または週に2日休みがあるという感覚は薄かったかもしれません。しかし1987年の労働基準法で労働時間が週40時間に変更されました。これにより多くの企業が週休2日を採用し始めたのです。また半ドンもゆとり教育の導入により2000年代までに消滅しています。マイナンバー制度の始まり。次に紹介するのは日本の制度に関する予想です。1971年の科学技術予測調査ではある驚きの予測が立てられていました。それは1984年に徴税事務が一本化され総合徴税システムが確立するといったものです。なんとなくこれに近い制度が現代に存在するような気がしませんか？そう、マイナンバー制度です。近年しきりと話題になるマイナンバー制度を皆さんもご存知ですよね。マイナンバーカードをめぐって生活が便利になる一方で申請ミスやトラブルなど様々な問題も起きていて、作るのに抵抗がある人も少なくありません。そんな中2024年秋頃からは健康保険証が廃止されてマイナンバーカードに一本化される予定があるなど、まだまだ動向が気になるところです。ではマイナンバー制度がどのような制度か理解できていますか？マイナンバーとは日本で住民票を持つ人全員が持つ12桁の番号です。カードを作る作らないに関わらずみんなが持っています。マイナンバーがなぜできたのかというと、行政機関や地方の公共団体が個人情報を管理しやすくするためです。例えば住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者番号などの各情報を行政がマイナンバーで全て把握できるようになりました。マイナンバーによって様々な情報が取得できるため、今まで面倒だった手続きが簡素化されたりしていますよね。またこれによって所得隠しなどの脱税が難しくなり、公正な徴税ができるようになったのも国にとってのメリットの一つです。むしろマイナンバー制度の最大の狙いは、国民の所得を国が完璧に把握して税や保険料を正しく徴収することだといいます。この事実を見る限り、マイナンバー制度によって徴税事務が一本化され
総合徴税システムが確立したと言っても過言ではないかもしれません。施行されたのは1984年ではなく2016年にはなったものの、予想としてはかなり的を得たものだったんですね。地震を完全に予知できるようになる。次に紹介するのは地震の予知についての予想です。未来予測というと大体話題に上るのが地震の予知ではないでしょうか。地震大国である日本では数年に一度くらいの間隔で大きな被害が出る地震が発生しています。被害は少なくとも毎年のように日本のどこかで強い揺れが観測されていますよね。そのため日本では地震に対する関心が高い人が多いと思います。普段から備蓄をしたり、家具を固定したり、地震保険に入ったり、避難経路や家族との連絡方法を確認したりなど、何かしらの対策をしている人は多いのではないでしょうか。現在も30年以内に巨大地震が起こる可能性が高いと言われているため、これに備えて準備をしておくことが重要です。そこで、地震を予知できれば、被害に遭わずに済むのにと一度は考えたことがある人もいると思います。1971年の科学技術予測調査には、1ヶ月程度以内の地震、マグニチュード6以上、発生の有無を、不見程度の範囲で、予知という予想がありました。例えば、今後1ヶ月以内に、東京で、マグニチュード6、大体、震度6強、2弱の地震が起こるよ、くらいの情報が事前にわかるようになるということですね。ここまで、地震に関する情報が事前にわかれば、ある程度の地震対策ができそうですよね。例えば被害が少ない地域に引っ越したり、遠い親戚の家に身を寄せたり、大切なものを安全な場所に保管したり、家から離れられなくても食料を備蓄したり家具を固定したりする時間は十分にあります。地震が予想できたら、今度は地震に備えた引っ越しラッシュや交通網の麻痺だとか、スーパーの在庫不足などの混乱も起きそうですが、命が失われるよりはマシですね。ちなみに大きな地震というと、平成時代に起こった阪神淡路大震災や東日本大震災のイメージが強いですよね。しかし昭和時代にもマグニチュード6以上の地震はたくさん起こっているんです。昭和時代には東南海地震や南海地震、十勝沖地震など10回以上の大地震が発生しています。当時の人たちもきっと地震に強い不安を抱いていたはずですよね。科学技術予測調査では、1996年に地震の予知が実現するという予想でしたが、残念ながら現代になっても未だ実現していません。今でもはっきりと地震は予知できないものとされているくらいです。ただし、過去に起きた地震のデータから大体どこで、どのくらいの頻度で地震が起きているかは分かってきています。そのため、南海トラフ地震や首都直下地震は、数十年以内に起こる可能性が高いと言われているのです。地震予知の技術が確立されたらとても便利ですが、その前に自分で自分の身を守る準備をするのが一番大切ですね。がんが根絶される。科学技術予測調査で取り上げられた予想の中には、他にも実現されていないものが数多くあります。その中でより有効な抗がん剤開発で悪性腫瘍のほぼ完全な治癒が期待されるというものがありました。がんは今や国民病の一つと言われ、1981年以降は日本人の死因の第1位となっています。国民の 3.5 人に1人が癌で死亡しているというデータもあり、癌はどんな人にも起こり得る病気として知られていますよね。初期症状がなく発見した頃には手遅れとなることもありますし、再発して容態が悪化することもあったりして、とても恐ろしい病気です。これは1997年には実現されると見られていたものの、残念ながらまだ実現していません。しかも現在はがんの罹患率も死亡率も上がっているといいます。これは高齢化によってがんにかかりやすい年代が人口全体から見て増えたためだと言われています。基本的に50代以降になるとがんの罹患率が上がるので、高齢者が多い現代ではがんの罹患率も死亡率も上がるということですね。しかし今は根絶こそ難しいものの、治療の技術は確実に向上しています。例えば、がん細胞だけを破壊できる光免疫療法やロボットによる手術など、昔にはなかった治療方法が生まれ続けています。その甲斐あってか、今では、末期がんでも、5年生存率は 16% となっていて、昔に比べて、がんが治る時代と言われるようになりました。もしいつかがんのほぼ完全な治癒が可能になったらとても嬉しいですね。
ちなみに最新の調査である2021年の科学技術予測調査でもがんに関する項目はたくさん挙げられています。例えば将来的に血液を調べることによってがんの早期発見ができるようになるのではないかという予想が見られました。がんは多くの人の命を奪い誰もが罹患する可能性がある病気だからこそ一刻も早い治療技術の進歩が望まれるんですね。数年後、数十年後のがん治療はどのように変化しているのでしょうか。ネット通販の実現。次に紹介するのはネット通販に関する予測です。皆さんはネット通販を使ったことはありますか？おそらく多くの人が使ったことがあると思います。ネット通販は便利ですよね。日常の買い物はほとんどネットで済ませたり、遠方に行かなければ買えないものだけネットで買ったりするなど、ネット通販との付き合い方は人によって様々です。今では毎日使う食材もネットで買って家に届くので、本当に家から一切出なくてもある程度の生活が送れるようになりました。ポチるだけで商品が手元に届くというのは技術が進歩した現代ならではのお買い物方法と言えますね。そんなネット通販ですが、昭和時代にはすでに予測されていたといいます。1987年の科学技術予測調査の予測では、テレビ電話、テレックスなどの開発で在宅のまま買い物ができるというものがありました。これまさに現代のネットショッピングですよね。ちなみにテレックスとはファックスの前身のような機械です。キーボードでメッセージを入力して送信すると、相手のテレックスから文面が印刷されて出てくるというもので、 E メールやファックスがない時代に重宝されました。一応通販自体は昭和時代にも存在していました。例えば雑誌の広告欄やテレビショッピングなどがあったそうです。しかし雑誌の広告欄などの通販はハガキで申し込む場合がほとんどです。ハガキや切手を購入したり、ポストにそのハガキを投函したりするために少しは外出しなければいけません。テレフォンショッピングも CM が放送されたタイミングで購入を決める場合が多く、自分のタイミングで買うのは難しいですよね。今ではクレジットカードや銀行口座を登録すれば、いつでもどこでもスマホ一つで買い物ができるようになりました。また VR などで実際に部屋に品物を置くシミュレーションをして購入を検討することもできます。さらに24時間365日好きなタイミングで注文できますし、同時に決済まで済ませれば翌日あたりに商品が届くことがほとんどです。中には当日中にお届けしてもらえる場合もあって、とても便利になりましたよね。今後ネット通販はどこまで進化するのでしょうか。未来の高速道路。次に紹介するのは子供向けに描かれた未来予想図です。1950年代から1970年代にかけては子供向け学習雑誌などでよく未来予想の特集が組まれていたそうです。もしかしたら実際に目にしたことがある方もいるかもしれませんね。子供向けの未来予想、どんなものだったのでしょうか。こちらは挿絵作家の小松崎茂さんが1969年に描いた未来予想図です。タイトルは事故ゼロのハイレイとなっていて、現代の高速道路には存在しなかったものが描かれています。中でも一番目立つのが高速道路の脇に立つロボットです。車よりも大きなロボットが高速道路を監視していて、緊張感がすごい高速道路となっています。そしてスピード違反や重量制限違反の車を見つけ次第、ロボットが超音波でエンジンを止めて車を高速道路から排除するそうです。スピード違反したらロボットに持ち上げられて排除されてしまう恐ろしい光景ですね。前を走っていた車がロボットにひょいっと持ち上げられてしまうなんていうシチュエーションを想像しただけで心臓が縮み上がりそうです。ちなみに今は速度超過を取り締まる装置としてオービスが存在しますが、これが登場したのは1980年代前後のことだといいます。そのためこの予想図が描かれた1969年にはこういった装置は存在していなかった可能性が高いですね。そしてこのような未来予想図が描かれたのにはある歴史的背景があるといいます。この予測が描かれる数年前である1955年から1964年あたり以降に交通死者数が急増していたそうなんです。なんと交通死者数が日清戦争の日本軍の死者数を上回るほどだとされていて、この状況は日中戦争に絡めて交通戦争と呼ばれていたといいます。交通事故による死者数は1970年がピークだったため、この予測が描かれた1969年は
まさにピークに向かって死者数が増え続けていた時期だったんですね。当時は乗用車に乗る人が増えた一方で、交通規制が今ほどしっかりしていなかったため事故が多発したようです。この絵は未来では人々がより安全に車を運転できる世の中になっていたらいいなという期待を込めて描かれた切実な未来予想図なのかもしれません。地球からの脱出。最後に地球規模で描かれた未来予想図を紹介します。それがこちらです。こちらも小松崎茂氏が1968年に描いた未来予想図で、タイトルは地球大脱出となっています。巨大なスペースシャトルのような乗り物にライオンやゾウ、キリン、カバなどの動物が次々と乗り込み、群衆がそれを興奮した様子で見ていますね。よく見ると乗り込む動物はそれぞれ雌雄で対になっています。そして空にはとんでもなく大きな月が地球に迫ってきているのがわかります。まるで世紀末のような光景ですが、これは一体どんな場面なのでしょうか。説明文によると、地球は月日が経つと自転速度が遅くなっていき、太陽が異常爆発することで自転が止まり、月が大接近してくるそうです。地球ではその日に備えて巨大な宇宙船を用意していたため、地球上のみなで大脱出することになったといいます。先に動物を乗船させているため、恐怖のあまり我先に乗り込もうとしたがる人間たちを警備員たちが武器を持って鎮圧しているんですね。まるでナーの箱舟のような壮大な世界観ですね。新しい星でまた地球のような環境を作ろうとしているのがわかります。地球に住めなくなったら、あらかじめ用意しておいた宇宙船で皆で脱出する。将来的になくはなさそうですよね。でもこの絵を見る限りだと、動物はそれぞれ1対ずつしか宇宙船に乗せられていません。ということは、つまり人間も抽選するなり選出するなりで選ばれた人しか乗船できないのではないでしょうか。そう考えると、この絵に描かれているその他を大勢の人たちが乗船できるとは限らない可能性が出てきましたね。では実際問題として、今地球の自転はどうなっているのでしょうか。こちらの絵で予想されている通り、地球の自転速度は遅くなっているのでしょうか。実は今の地球の自転速度はむしろ速くなっていて、2022年には記録にある限りの最速を記録したと言われています。つまり1日の長さが以前に比べて短くなっているんですね。ただしこれは近年の傾向に過ぎません。時代の規模を大きく広げて考えると、地球の自転は確実に遅くなっています。地球が生まれた頃は地球が一周するのにわずか5時間しかかからなかったという話もあり、恐竜が生きていた時代は19時間だったそうです。少しずつ自転が遅くなって、今は1日が24時間となっているんですね。そのため長期的に見れば、そのうち地球の自転が止まる日が来るかもしれません。また自転の速さ云々よりも心配なのは現代の地球環境ではないでしょうか。最近は海面の上昇や異常気象が問題となることが増えていますよね。ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎さんは、昭和60年代の末に二酸化炭素の濃度が2倍になれば地球の平均気温が2度上がると予測していました。この予測通り、地球の平均気温は上がり続けています。今では世界規模で環境問題に取り組むほど深刻なんですね。現代では、遠い未来には地球の外に人類が移住しているかもといった予測があながち的外れではないのではないかという見方もされていますよね。数百年、数千年、数万年後の地球の姿はどうなっているのでしょうか。さて今回は以上です。いかがでしたか。昭和時代の人々はこんな風に未来を予想していたんですね。意外に的を得た予想が多い一方で、現代を生きる私たちが見るとびっくりするような予想もたくさんありました。未来をまだ知らない人だからこそできる大胆な想像もまた未来予想ならではの醍醐味ですよね。皆さんはこれから数十年後の未来についてどう考えますか。このようにこのチャンネルでは、レトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。